はい、すいませんでした。ちょっと今20分ぐらいかかりましたけどね、ちょっとセーラー服のちょっとポジションをね、綺麗にしようっていうことで、このリボンやなところをちょっと綺麗に切りましてね、ニッパーでこんな感じです。はい、どうですかこれ。これでちょっといけるんちゃうかな。ね、これね、右手はねグーなん、左手がグーなんですけどね、左手がパーになってまして、ここにヨーヨーを持たせることができるんですよ。はい、どうですか、冬服セーラー服。ちょっと具合悪いなこれ。ね、こんな感じでございます。はい、どうですか。これ非常にね、バンダイっていう会社にしてはね、非常にねいい仕事してるんですよこれ。いや、セーラー服の部分といいね、これ。はい、これ3800円っていう当時価格はね、かなり妥当やったと思いますよ。うん、これ。スカートがめくれてる。何してんねん、さっきからみたいな感じですけどね。これちゃんとスカートもちゃんと綺麗にそうな。多分飾ってたんやろな。誰かが飾ってて。適当にしまってしたんやろんだけどな。スカートも外れかかってんの、これも気になるわ。これすっごい嫌いねんな。こんな感じでございます。はい、二代目スケバンデカ浅見朝希。はい、これね、ちゃんと靴下までちゃんとできてるんですけど、関節が硬いな、硬い。うん、だいぶちょっとやばいかもしれんなっていうところで、はい、どうですかこれで。この当時ね、やっぱり、まあ僕らやな、高校生としては、セーラー服やな。中学校の時ね、僕ら、学校はね、僕ら学生服で、女性とはね、セーラー服やってん。セーラー服。で、高校はね、僕ら学ランで、女性とは、ブレザー。ブレザーなんみたいな。セーラー服じゃないやみたいな、これね。はい、スカートちょっと長めです、スケバンデカだけに。はい、これね。はい、なあ、うん、でポニーテールやな。ポニーテールが女性では最強説やな。ポニーテール最強説や。はい、これバンダイにして本当によくできたシリーズなんですよ。ダーティーペアもちょっと補修しなあかんとこあるんですけどね。うん、これいいですよ。であとこれね、ヨーヨーに、ヨーヨーちょっと見てみる。これね、やっぱりゼネラルプロダクツやったかな、ゼネプロかなんかのやつはね、パカって開くね、ヨーヨーがね、売ってましたから、バキュームでしたけどね。ちょっと開けてみようかな。であとバンダイとかでも売ってたんじゃないのかな、あの斉藤由貴さんの時やな、初代のね斉藤由貴さんの時はそんなことなかったけどね。斉藤由貴さんの時はなかったけど、このね二代目スケバンデカになってからはね、結構ねグッズも結構売れてますよ。グッズもヨーヨーね、これ。で、ここがバンと押したらパカって開くんやんか。開いて、桜のダイヤモンが見えん。お前ら許さんぜよとかって言ってね、言ってんのが、おーおーって、ゴールデンタイムにやってたもんな。スケワン猫はゴールデンタイムにやってたから。ほんで、グローブ。あら？あ、左利きやが、そうなんか。左利き用のグローブ。これは使用感はあるな。ちょっと膨らんでるから、はめてたんやろ。うん、今更はめないけど、これ。グローブね。で、撮影用のプロップやな。撮影用のプロップはね、普通のヨーヨーなんですよ。普段持って、じゃーん、じゃーんってしながらね、来るときのやつは普通のヨーヨーなんですけど、アップで使うときはね、この、スケバンデカーが使うヨーヨーはね、チェーンなんですよ。金属製チェーンでできてる。あれはね、さすがに僕らも思ったな。金属製のチェーンでヨーヨーは無理やろって。
金属製のチェーンやね。ほんで、あの、劇場版になったら、劇場版のね、スケバンデカーやな、時はね、これのね、4倍やったかな。4倍の重量 の、 あのヨーヨーガーって言って、胸のとこに肩パッドみたいなのはめんねんな。それってどうなんやろうと、俺は思いながらもうやんか。受け入れざるを得なかったことがあったな。あの、4倍の重さがあんねん。で、一回投げるごとにね、あの、肩に痛みが走るみたいな。今更ながら思い出すけど、ね、確かね、なんか、陸の孤島みたいなところにおって、あの、相手の、まあ、悪いことやってるやつの相手がね、確か、イブ・マサトさんやったのかな。イブ・マサトさんがやってて、最後はヨーヨーかなんかが顔に当たんねんけど、顔に当たったら、あの、その皮膚が人工皮膚やって、あの、ターミネーターみたいに中にね、あの、なんか、あの、鉄でできたような骨格があるみたいな状態やったんが、あの、当時の昭和な特撮やったんですよね、これ。はい。で、その時やな、劇場版のスケバンデカは、あの、斎藤由貴さんの時はないねん。で、2代目の時に劇場版になってんけど、その劇場版の時に、サブキャラで出てきたんが、3代目のスケバンデカやな。あれ、浅香唯とかが、で、大西ゆかさん。で、あともう一人誰やったっけ、おにゃんこクラブの人やん。うん。誰かと結婚しちゃった人おってん。で、やねんけどね、残念ながら、僕ら3代目のスケバンデカ3は見なかったな。一番最初のね、斎藤由貴さんがやってた、スケバンデカは良かったですよ。ちょっとね、アクションもあって、おお、面白いやんっていうやってん。で、それが2代目になって、ちょっとどっちかといえばアイドル路線。すいません、アイドル路線に走って、で、ちょっとね、やっぱり、すごかったんですよ。うん。で、3代目になった時に、劇場版の時には浅香唯も来んねんけど、やねん。で、ちなみにね、2代目のスケバンデカから1人じゃないねんね。斎藤由貴さんの時は、1人だけやねん。浅宮咲、コードネームが浅宮咲っていう名前だけで、いろんな学校に行ったりするだけで1人やねんけど、2代目の、スケバンデカはね、ビー玉のお経やん。がおって、ビー玉かなんかを投げんねんけどね。で、もう1人おってん。おにゃんこクラブの人。で、その人はなんかね、座布団みたいな軽いね、座布団みたいな投げんねんか、なんか、それはないやろうと思ったけど、まあ、当時のおにゃんこクラブの勢いは、どうしてもやっぱり、今の AKB、ちょっと前の AKB やな、ぐらいの人気があったから、入れざるを得なかったやろ。で、まあ、南野陽子さんは、まあ、もちろん売れてたんやけど、その時に着てたビー玉のお経をやってた人やな、は、ショートカットでね、まあまあ、人気あったんやで。人気あった。うん。その後どうしたんか知らんけどね。っていうところですよ。はい。だからね、当時ね、2代目やな、初代のスケバンデカっていうのは商業的には、そんなに当たれへんかったけど、2代目スケバンデカはね、いろんなね、グッズとか発売されてるはずやねん。フィギュアとか、このヨーヨーやな、あとグローブとか、ブロマイドとか、ブロマイド懐かしいフレーズやけど、出たな。うん。で、それに乗っかったんが、このバンダイやねん。バンダイが乗っかってんけど、ちょっと厳しかったやろな。台座も使用感があるな。なんでこれ使用感があるのわかんねんって言ったら、僕の隠れ家に置いてあるもん、フィギュアが。この浅宮咲のフィギュアはね、買ったやつで、不完全やねんけどね、まあまあ、買ってるやつがあったやつは、隠れ家の部屋に置いてあるからな。このサイズのやつやな。ホットトイズなんかもこのサイズなんですけどね。例えば、置いてあるのが、アイルトン・セナ。セナもこんなフィギュア出てんねんて。プラスチックのでソフビの顔に、手首とかもソフビやねんけど、レーシングスーツ着たね、マルボロのカラーの、マクラーレンの時のあやつがね、宝から発売されてんねん。アイルトン・セナ。で、あと、
このサイズやったら、そうやな、バイオハザードのクリス・レッドフィールドと、あれや、ジル・バレンタインね。このサイズやったら、クリス・レッドフィールドとジル・バレンタインがあって、あと、シャーズナブルやな。たまに見かける、台湾のメーカーが売って、バンダイがライセンス出してる、シャーズナブル。で、あと、まあ、結構あんで、このタイプのフィギュアは。うん。当時やっぱり、このサイズはやっぱり黄金サイズなんやな、6分の1っていうのは。うん。だから、セナもね、セナ財団がやったかな、アイルトンセナのセナ財団かなんかが、ライセンスかなんかを取ってた分が出てて、置いてあんねん。うん。すっごいで。まあ、これは、ちょっと、不発弾やけどやで。まあ、今後ね、もし買う人がいてたら、僕は返品は基本したくないねんけど、返品せざるを得ない時には、気をつけた方がいいな。台座がもうヒビ入ってるから、これ。これ。ヒビが、クラックが入ってるから、割れるよ、多分。プラスチックが年式の劣化で、おそらく40年ぐらいもう過ぎてるから、次にこれさ、ね、これクロスしてね、クロスして、ここのとこで止めんねん、2カ所で。で多分抜くときに多分ヒビ入ったじゃん、パリッとかつって、これあかんでっていうところですか。はい、これちょっとうるさいで、スケバンデカは今もこうだから、ここのね、このセーラー服のこのとこかな、セーラーの部分のとこ見て、これほらこんだけぐらいの赤い糸、ニッパーで切っていってんのか、これ全部切り揃えるために、うん、出てるやつね。うん、でもこれにしかなれへんね、うん、っていうところで、ちょっと私の事情で前編後編になりましたけど、はい、やっぱりね、見識のある人を店に誰か雇わなあかんで、店は高いお金取ることだけね、高いお金取ることだけ一生懸命じゃなくて、もうちょっとマシなもんに高いお金取らなあかんわっていう、そんなとこですか。セーラー服もシワシワやんて。学ランやったら、アイロン当ててこう言われるやつやで、みたいな。関係ないとこ言ってるよね。